どうか君たちも大きくてまっすぐな人間に育ってください。まあね、精神的にね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでやっていきますか。学園七不思議、残るはあと5つかな。この間のシャイニングボーイの再放送、あれは神回だった。僕も見たよ。どこで何があるんだろうか。最後の必殺技がすっごくかっこよかったね。太陽の力で悪を倒す。クエストの場所はわかるか。宇宙一のヒーローなんだ。僕もシャイニングボーイみたいにみんなを照らすヒーローになる。シャイニングボーイ、またろう。早速出番だ。宿舎の廊下の電気が切れてさ、ピカッと一発照らしてくれよ。どこすか。そういう意味で照らすんじゃないから。あれではない。なんかこっちの方にさ、ハテナマークなかったっけ。あれ、ちょ、もう一回。あ、近い。なに、ヤッホー、どうも。そんな遠くから話しかけてきたの。なんかこっちの方に、え、どれ、君は誰。おう、何？私の生徒カード？あげてもいいけど、タラちゃん渡せないな。条件を付けさせてもらう。お、はい、オッケー。130万人を渡した。金だな。へえ、やるもんだな。私のカード、大切にしてくれよ。一二トリコの生徒カードをもらった。求人ボードにセットしよう。どんな感じ？この子。どこや？求人ボード。どこっぽい感じ、あの子。全然、いやでも3ないか。チアリーディング、絶対2もないもんね。テニス全然おらんやん。で、チアリーディングで。でもなぁ。ん？どこ行った？あ、これか。芸術力が高いね、この子。芸術、でもチアリーディング。わからん。とりあえずセットしとくね。とりあえずセットしとくね。なんか美術部的なのが、ね、できたらそこに入れるけん。お？方向が、こっち方面や。あ、この子。おった。あ！君たち助けてくれよ。宮沢さんがビッグすぎて、運動部のみんなが大ピンチなんだ。宮沢さん。巨大サラリーマン宮沢さん。困った様子の運動部員に話を聞くと、ビッグすぎる宮沢さんによって運動部員のみんなが大ピンチらしい。宮沢さんとは何者なのだろうか。え？運動部員のみんなが大ピンチ、どういうこと？サラリーマンなんよね、宮沢さん。関係なくない？ビッグすぎる宮沢さんを調査しよう。まあ、調査開始しましょう。おお！本当かい？おにぎりよ。僕ら運動部はビッグすぎる学園七不思議の脅威にさらされているんだ。その名も、巨大サラリーマン宮沢さん。見た目はただの中年サラリーマン。でも、天をつくほどに超巨大なんだよ。じゃあ、見た目ただの中年サラリーマンじゃなくない？すでに。宮沢さんはただ学園の敷地内を徘徊してるだけなんだけどさ。もし万が一、練習中の運動部のみんながうっかり踏み潰されちゃったらどうする？宮沢さんのせいで最近は FST の活動を自粛しようって動きまであるんだ。それはちょっと迷惑。あ頼む、宮沢さんをどうにかしてくれ。学園の運動部の未来がかかってるんだ。準備ができ次第、早速調査を始めてほしい。調査を始める準備ができたら、僕に話しかけてほしい。じゃあ待ってるよ。クエスト、巨大サラリーマン宮沢さん発生、調査を開始しよう。じゃあ開始でいいよ。俺がズバッと解決してやるぜ。来てくれたか。巨大変態マン宮沢さん、運動部には今から避難してもらう。巨大サラリーマン宮沢さん、これで思う存分調査できるはずさ。そう、一応僕が部活仲間から聞いた情報なんだけど、普通の運転手さんだから、テニスコート、プール、野外ステージ周辺で目撃情報が多いみたいだ。テニスコート、プール、野外ステージ、そういう風にちゃんとヒント言ってよね。前のやつヒントなかったことだね。あったんかな、もしかして。僕たちの命運は君たちにかかっている。どうか頼んだよ。テニスコート、プール、野外ステージ、見つけ出すっていうか、そんなにでかいんやったらさ、パッと見てわかるんじゃない？見渡してみて。ミッションスタート。よーし、目的地がちゃんと表示されている、だね。テニスコート、プール、野外ステージ、向かうぜ。まず一番近いのはここか。
野外ステージや。え、どれ？宮沢さん。うおぉ、なになになに、なんか来たよ、なんか来たよ。え、どういうこと？うん、巨大サラリーマン宮沢さんはいないよ。さっさとやっつけるわよ。でもそんなにね、強いわけじゃないけん。なんか光り輝いてられない、これ。どういう状態今？私。私今どういう状態ですか？ビビ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 。てかさ、1回のクエストでさ、めっちゃレベル上がるくない？だってね、確か前回の、ごめんね、君、味方だった。前回のクエストを受けた最初、レベル20何本やった気がするのにさ、終わったら40何本になったんやけど。え、なに？どこ？敵おらんくない？あ、もうこのまま別の場所に行くってこと？なんか音楽紛らわしいんやけど、ずっと流れ寄るけん。その場におるんかと思ってんや。プールプールプール。はい、来た。待って、出られない。フリーザードッグまで一緒に来たんやけど。これもサラリーマンっぽくはないよ、全く。確実にサラリーマンじゃないよ。お前の力だ！ケンケンケン。変身するまでもねえぜ。おめえらなんて。ララララララふっ。一回の戦闘が終わったらさ、音楽止まってくれんかな。よし。もうこの辺にはいない？うん、いないっぽいね。じゃあ次行くか。次はこっちだ。どこだどこだ。野外ステージとプールが終わった。あと一箇所どこって寄ったっけ？なんか、図書館か。え、違う？あれ？この辺。あ、テニスコートや、テニスコート。どこや？現れろ。中に入らんといかんのかな？あ、変身が解けた。外やないかーい。また音量。支配人。支配人って感じあるなんや。お、テニス部の支援発動ありがとう。渾身スマッシュ。ラララララララ。あ、やめて。超殴られる。シェイ。ララ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 ラ。さあ、アイテム自動的に飛んできてくれよ。お、見て見て、ミラーボール。え、目的地なくなったんやけど、どうしたらいいんすか？どこなんすか？行く場所がない。え、目的地なくなったけど。どうすればいいんすかね？さっきの子のとこに戻ればいいんか？さっきの子がどこなのかがわからねえ。確かなんか右の方やった気がする。なんかあいつ走り回りよるよね。ん？なんかめっちゃ回復してくれた、ありがとう。なんだなんだ。どこなんだ。え、この辺じゃなかったっけ。あ、なんか赤いマークがあるよ。関係ないか。え、なんか敵おりやん。ごめんね、君忘れてた。君やっつけれてなかった、ごめんね。はい、イエーイ。倒し忘れとかある？お、なに？ Y 学園の校舎前に巨大な人影が現れた。よし！ Y 学園の校舎前？早速行ってみようぜ。よし。校舎前、校舎前。人じゃない。ソウルパックン。なんだ君。誰だよ。全然普通の中年サラリーマンじゃないんやけど、絶対。お、テニス部員来たー。テニス部員来たー。ここはあれか。変身した方がいいのか。変身！来たぜー。イェイ。はい、来たよー。剣豪ベニマル。まだ溜まってない。まだまだ溜まってない。動き見切った。せいせい。あー怖いよ。赤き戦。して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 し
怖いよ。何、誰かやられてない？いや、誰もやられてないか、大丈夫か。もののくがいい。メデューサかっこいい。メデューサってさ、召喚されたよね。なんかずっと出てない？なぜ？多分ね、獅子王、あのメラ君かなんかにさメダル装備させといてけど、なんかずっと出てない？目立つけんそう思っとるだけかな。中がいいっす。攻撃範囲広いんですけど君、やめてよ。まだだった。怖い。赤き一戦。あら、赤き一戦今出た？ポーズを取らせて。じゃあポーズを取らせてよ。モテる技を出し惜しみなく使いましたね。ありがとう。そういう専門的な評価をしてくれるのね。で、どこに行けばいいんですか？あ、終わった。終わった。え、グッドなのね、宮沢さん。どうなった宮沢さん。おらんかったよ。そしてこのゲームあれだな。今更ながら、戦闘になると、親指が死ぬ。なかなか出てこないね、巨大サラリーマン宮沢さん。なあ、やっぱガセだったんじゃねえのか？やっぱりそうなのかな。どんなガセなん？え、だって運動部がさ、脅かされようやろ、日々。待って。ねえ。今、グラウンドに巨人が現れたって。今度は校舎よりも大きいみたい。校舎よりも？ロボットか。ロボットになる、感じですか、これは。今度は当たりみたいだな。でも、校舎よりも大きいって、それ、このまま戦っても大丈夫かしら？いや、プチって潰されて終わると思う、それは。いける！大丈夫だ。俺たちには秘密兵器がある。え？秘密兵器？へへ。あるじゃんか、俺たちには。学校側が。そんなことしちゃっていいの？まあ、そんなこと言われましてもね。話は聞かせてもらったわ。大丈夫。学校側はいつでも出撃可能よ。何？常に会話聞かれてるの？怖。えへな先生？学園長、出撃許可を。うん。出撃を承認する。いろんな人と繋がっている。エナ先生、あとは任せましたぞ。え？ありがとうございます。聞いて、YSP クラブのみんな。あなたたちの手で、この悲しい七不思議を終わらせてあげてほしいの。悲しい？どうした？宮沢さん？悲しいってどういう？困っている運動部のみんなのためにも、そして、宮沢さんのためにもね。お願いね。それじゃ、よろしくね。何？どんな感じ？うん。切れちゃった。エンラ先生、何か知ってるみたいだったね。悲しい七不思議ってどういうことだろう？よーし！サラリーマンなんやろ、宮沢さん。どうやって出社しようんやろ。考えても仕方ない。とにかく、学校が出撃だ。出勤とかあるんかな、まず。めっちゃ気になるんやけど。おっしゃ来たぞ。効果とともに。超高合体。学校が Y。イエーイ。え、サイクロプス？でもなんか、スーツとネクタイが見える。ラウンド1。宮沢さん？全然普通じゃないんですけど、ちょ待って。もうやべ。ねえ、どこが普通なの？戦わなきゃ。怖い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 。何一つ、普通な部分がないんですが。あ、ちょっとなんかあれや。後ろだけ髪の毛がある。めっちゃなんか、イエーイ。ちょっと遠ざけてみた。グッド、ありがとう。怖い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 。ご覧なさい、クロープス。
オランガサイクロプス。自己紹介ですか。なんか口みたいなやつの中にさ、目がない、これ。待って。とってもワクワクしますわね。なんかたまにあれやんね。あ、たまになんか顔つきのコメントがあるんやけど、あれは友達になってるやつってことか。友達になってるっていうか、まああのなんかカードをもらっとるやつ。オッケー、あとちょっとか。怖いよ。待って、めっちゃウケとる、めっちゃウケとる。やっちゃえ。あ、いかかー。これは見ものですな。イエイ。あ、そっか、ラウンド2があるんや。ファイトファイト。やっちゃえ。イエイ。ふうふう、イエーイ。わいかった。大盛り上がり、ありがとう。バイフラッシュ。ちょっと待って、全然間に合ってないよ。いけー。わいかった。これが一番効くかな。この次に剣のトースラッシュ。フラッシュ。ガード、ガード。ガードしとっても一応ダメージは受けようんやね、微妙に。いけー、う、危ない。よいしょー、ワイフラッシュ。サイクロプス。間に合ってないっけ。く、あ、出なかった。いけー。おー、う、打ち消しあった今の。いけー。ワイフラッシュ。フィニッシュ。ごめんなさい、クロープス。謝ってるじゃないか。フィニッシュ。やったー。宮沢さん、普段の姿はどんなんなん？どんなのよ。なんとか勝てた。向こうでエンナ先生が手を振ってるよ。じゃあ、早速勝利の報告に行こうぜ。なんだ、どこだ、どこだ。ね、宮沢さんは宮沢さん。ね、普段からあんな姿なわけじゃないんやろ？みんなお疲れ様。見事な戦いぶりだったわ。これで宮沢さんの魂も浮かばれることでしょう。え？浮かばれる？死んでるの？宮沢さん。マジか。悲しい。生前の彼は普通のお父さんだったの。この学園の生徒のね。面談で私も会ったことがあるんだけど、気弱そうだけど、とても誠実な人だったわ。でも宮沢さんはある日、娘さんと口論になり、家を飛び出した後、事故でそのまま亡くなってしまったの。そんな、悲しすぎる。その後、彼は巨大な怨霊となって、この学園で目撃されるようになった。最初は普通の人間の姿だったのに、いつしか姿まで変わっていったわ。何か、心情の変化があったの。それが学園七不思議、巨大サラリーマン宮沢さんの真実なのよ。そんな。でもあれを見て、巨大サラリーマンとは思わない気がするけど。僕たちはこの手で宮沢さんを、いやー、まあ、でも死んでるからしょうがないんじゃ。いいえ、皆さんが気に病むことはありませんよ。お、やっぱりこの姿なんかい。ありがとうございます。おかげさまで少し正気に戻れました。少しだけ？大丈夫？また戻ったりせん、向こうに。宮沢さん。お恥ずかしながら、仕事で娘に情けない姿を見られた私は、こう叱られましてね。小さくて情けないお父さんなんて大嫌い。それででかくなった。物理的に。もっと大きくてかっこいいお父さんだったらよかったのに。そうしたらいつの間にか、あんな大きな姿になっていたのです。うわー、すげえ、思いが実ったんだな。え、そう、う、お、すげえ、ま、すげえけど。いやいや、大きいって体の大きさのことじゃないと思うけど。皆さんが止めてくださらなければ、永遠に学園をさまよい続けたことでしょう。娘が心配でここまで来てしまったはずが、危うく娘を踏み潰すところでした。娘はまだ通ってるの？学園に。私はそろそろ行くとします。本当にありがとう。ねえ。宮沢さん、最後に一つだけ。娘さんは多くの友達に恵まれ、毎日を健やかに過ごしていますわ。彼女が自然と人を引きつけるのはきっと、あなたの誠実で大きな背中を見て育ったからなのでしょうね。先生、願わくば娘にこうお伝えください。愛していると。え？はは、めちゃくちゃ感動的な感じ。確かにお伝えしますわ。
どうか君たちも大きくてまっすぐな人間に育ってください。まあね、精神的にね物理的にではなく、ちょっと最後ぐらいさ、ちゃんとした元の姿を見たかったんやけど。宮沢さん、 Y メダル、巨大サラリーマン宮沢さんを手に入れた。しかも呼び出せる。え、これめっちゃ普通のおじさんやん見た目、メダル。宮沢さん、でもそろそろ行くって言うのにさ、メダルで呼び出せてしまったら、え、どうなんそれ。感動もクソも。うおー、ビッグでストレートな人間に俺はなるぜ。その息よ。クエスト、巨大サラリーマン宮沢さん、バッチリ解決。駆け出し工作術一巻ゲット。あれは何なんやろ。僕たち順調に七不思議作れる、クラフトで作れるものが増えるとか、そういうこと、レシピなのかな。分からんけど。どんどん解決していこう。読まんといかんのかな。使うとか。20個でもどんとこい。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、なんかメダルでチラッとだけ元の宮沢さんが見れたし、よしかなでも呼び出した時はまた多分サイクロプスになったやろうね